何人ぐらいいるんですかって聞かれるんですけども、はい、逆にいなくてこんだけ本出したりとか飲食店展開してやったら僕ら天才すぎますよ。確かにもう全員20代みたいな。そうです、ね、その僕らはね、師匠もいないのに飲食店やってます、本も出してます、塾もやってますってもうちょっとすごすぎるんで、まあ、絶対にいるというふうに思ってもらえたらなと何よりの証拠ですね。そうですね、思います。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回はですね、私が講師を務めるミスターステップアップの卒業生である羽賀ひかるさんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。羽賀さんはですね、私の先輩のスタッフにも当たるんですけど、塾長の村田先生と1個下ですね、1個違いということで、はい、私のもう大先輩に当たるですね。羽賀さんはですね、ニンニア塾っていう大人の方向けの会員のコミュニティがあって、そこで講師をされています。普段ね、一緒に過ごしている仲間ということでもあるんですけど、今日はですね、せっかくなので南極老人についてね、語っていただこうかなと思っていて、はい、普段動画でもその各科目で全国1位を取ってますみたいな、受験の達人ですっていう風に言ってるんですけど、結構なんかコメントとか口コミとかで、南極老人って本当にいるのみたいな風に思われたりするんですよね、はい、私は塾に通ってた時は南極老人から直接教わってたわけではなくて、卒業生の塾長の村田先生とか当時の講師の先生に教えてもらってたんですけど、羽賀さんは南極老人が直接教えてた時の塾生だったので、こうエピソードとか、はい、こうあればぜひ語ってもらいたいなと思ってます、はい。僕はもともと京都生まれなんですけども、はい、この枚方の葛葉っていうところで小学校から育っていて、近所に住んでたんですよ、この大学受験塾、はい、ミスターステップアップの。高校1年生の時にお母さんがね、近所の塾できたから行かへんとかって言われて、高1やったらなかなか塾行こうってならないですよね。そうなんですよ、分かった行くわみたいな感じで来たのがきっかけだったんですね、うん、でそれがね1999年とかなんですよ、うんうん、でこの塾できたのが1998年とかなんですね、うん、できてすぐ入ったんですけれども、ね、全然勉強やる気なかったんですけども、それこそ塾の創業者である南極老人が全ての科目で全国一を獲得して、学校って勉強法を教わらないじゃないですか、はい、ただ授業が進んでいくだけじゃないですか。でこうやったら成績上がるよっていうことを教わってない中で、成績って実は上げ方があると、うん、こうやったら上がるということの全体像っていうのを教えてもらったんですよね、うん、入塾説明の時に、うん、それが学校では聞いたことがないような話だって衝撃を受けたんですよ。あ、勉強法って確かに大事だよなってなったんですよね、うん、でも通ったらいけそうじゃんっていう気持ちになって塾に入ったのがきっかけだったんですね、うん、でそっから日々塾に通うんですけど、例えばここのですね、今日紅茶が出てますけども、はい、塾で出てくる紅茶が美味しい。まずね、紅茶が美味しい南極老人の話がむちゃむちゃ面白いんですよね、うん、学校の先生とかからは聞かないような話をですね、はい、それこそ世の中の裏側であったり、未来のことであったり、人生とは何かみたいな話をしてもらって、まあ、それがですよね、わすっげーみたいな感じにこうなってくるんですね。でさらにはもう塾でですよね、お腹減ったなとか思ってると、うん、おむすびとかからこう出てくるんですよね。おむすび、時にカレーとかね、カレー、パスタとかね出てくるわけなんですよ。でこれがまあむちゃむちゃ美味しいと。だから塾来る目的が南極老人からこう話を聞いたりとか、なんか塾行ったら美味しいもの食べれるかなみたいな感じにこうだんだん変わっていくんですね。でももっと塾行きたいなってなっちゃったんですよ、うん、正直。でこれは今の受験生にはそんなこと当然勧めてないし、絶対今年合格してくださいねって言ってるんですけども、うん、4人しょって思って塾にいたすぎて。そうなんですよ、高校3年生の時はもう受けなくて、で浪人することになったんですね。さすがにちょっと浪人して勉強してなかったらちょっと良くないんで、1年間浪人して大学に合格したってざっくりとしたのあれなんですね。でそのまま、まあ、大阪のですね、まあ、某公立大学に行くようになるんですけども、塾を卒業した後も集まってくる仲間たちがいたわけですよ、まあ、それが村田先生であったり、はい、創業メンバーというですね仲間なんですけども、まあ、一緒にこう大学時代ですよね、南極老人の下でいろいろ学びながらも自分たちでなんか活動していこうよっていう感じで一緒に活動するようになっていったんですね。で僕大学3年生の時にちょっとみんなでも起業しようかとなって起業することになった、はい、最初にこの取り掛かったのが飲食店ユニワっていうお店だったんですね、うん、で、まあ、当時南極老人が塾長です。でも南極老人自身がユニワも見ていかなきゃいけない、塾も見ていかなきゃいけないっていう状況の中で、塾もですよね、現場にスタッフ任せよっていうので引き継いだっていうのがちょうど2006年とか7年ぐらいのことなんですね、うんうん、で僕らが大学受験塾ミスターステップアップを受け継いで
運営させてもらうようになっていったという流れです。僕は何の担当かっていうと、飲食店でも塾でもなく、インターネットショップとか大人向けに個人の人生相談乗ったりとか、もしくはセミナー講演活動っていう感じでやるようになっていて、で2009年ぐらいかな、9年10年ぐらいに多分1冊目の本が出たんですよ、大逆転勉強法。これを見て私は塾のことを知ったんです。本屋の店頭に平積みされてましたからね。受験勉強の本で多分10万部とか、今14万部すごいですよね。受験勉強の本で14万部ってもう大ベストセラーなんですよね、うん、でそうするといろいろ僕らも聞かれるようになるんですよ。南極老人っているんですかみたいな、うん、だからその質問むちゃむちゃもらうんですよね。ちなみにユニアとか僕はセミナー講演活動喋るときは北極老人っていう風にして言ってるんですね。これも最近こう活動してるとすごい言われるんですけども、あれ南極老人もいませんみたいな、うんうん、そうですよ実は同一人物なんですよって言ったら、マジですかって、僕受験生の時にこの本読んで勉強して成績上がったんですよ、まさか同じ人物とは思ってませんでしたみたいな方がたまにいらっしゃるんですよね。そうですよね、うん、これね単なる受験勉強の勉強法じゃなくて、大学時代に例えば社会福祉士とか国家資格取りたいっていう時にどう勉強したらいいかなと思って、たまたま書店行った時にこの本目に留まったと、はい、で国家試験の資格取るために実はこの本で受かったんですよ、で後でユニアの地方店長の本読んで、あ、繋がってたんやってなったんですよねっていう方もいらっしゃったりとかするんですね。でね、言いたいのはね、南極老人いるんですかって聞かれるんですけども、はい、逆にいなくてこんだけ本出したりとか飲食店展開してやったら僕ら天才すぎますよ。確かにできすぎくんですよね、うん、と思います。だって私が入塾した時ってまだ羽賀さんも20代の後半っていうか、まあ、中盤ぐらいかな、26、27ぐらいですよね。それぐらいですよね。で塾、今塾長の村田先生も27とか8とか、うん、だからもう全員20代みたいな。そうです、ね、その僕らはね師匠もいないのに飲食店やってます、本も出してます、塾もやってますってもうちょっとすごすぎるんで、まあ、絶対にいるというふうに思ってもらえたらなと何よりの証拠ですね。そうですね、思います。ぜひ今見てくれてる受験生のために教わった勉強法だったり、1年間その受験勉強をこうやりきって、こう今こうどういう風に役立ってるかとか、受験後にどういう風につながっていったのかっていうのをぜひちょっと語ってもらえたらなと思うんですけれども、むちゃくちゃ大事だと思うんですけども、勉強する意味って一体何なのみたいなことですよね。よくよくこう突き詰めて考えなきゃいけない時代かなっていうのはすごく思うんですね、はい、でこれに対してちゃんと答えてくれる大人ってむちゃくちゃ少ないと思います。ただただやっぱり学校の先生にしろ、まあ、親にしろですよね、やりなさいとしか言えないわけなんですよね、はい、やっといた方がいいよ、後悔するよって。そうそう、なんで後悔することの方が大事じゃないですか、うん、でもしくはもう一番パターンとして多いのが、いい大学に行かないといい会社に就職できない、うん、いい会社に就職できないとなんかいいお給料もらえないみたいな、まあロジックがまあ普通じゃないですか、うん、でもこれからの時代っていうところで言うと、いい大学に行かないとそもそもいいお給料もらえないのかっていうところの整合性みたいなのがあんまりこう取れてない時代になってくるのかなというふうに思いますね。これはねすごい重要なことなんですけども、まず AI がですよね、こう人間の仕事を奪うみたいな話があったりするじゃないですか、人工知能によってね。で確かに AI が代替するような仕事っていうのがあって、大学に進学してなんか得られる知識であったりだとか、もしくは事務作業能力みたいなものっていうのは AI がこう代替するものってすごく大きいわけなんですね。例えば大学のレポートとかもですよね、もうなんか AI が書いてくれるみたいなことですよね、はい、なんかやってる大学生も現段階でもいるわけなんですよ ね, ですね。教授 も見分けつかないみたいな感じになってきて、そもそもこう大学する進学意味って何なのみたいなことになってくるんですけれども、自分もね AI は使う方なんですよね、はい、例えば文章の誤字脱字チェックとかも AI がやった方がいいに決まってるし、メールの文面とかも普通にこう書くよりも AI に書いてもらった方がいい文面作ることっていうのはあったりするわけなんですよね。でもこっからなんですけどね、使いこなせる人と使いこなせない人がいると思うんですよ、まず、はい、それって結局基礎学力みたいなものが大事になってくるっていうのはまず一つ現実的な理由ですね。結局それを AI に頼るっていう風になってしまうから、うん、自分で頭を使うのではなくて全部 AI に頼ってしまう。でその結果もう個性が本当にないような人生になってしまうなっていうのは思いますよね、うん、そうですね。限界突破勉強法とか大逆転勉強が書いてあることにつながってくると思うんですけど、 AI にこう聞くわけじゃないですか、これってどうしたらいいって。で重要なのは問いの立て方だと思うんですね、はい、限界突破勉強法とか多分特にそういうこと書いてる本だと思うんですけども、普段から問いを立ててる、つまりはどうやったら頭良くなるかなとか、うん、もしくは今度の大学に向けてどう勉強してったらいいのかなみたいなことをずっと問
問いを投げてるからこそそれが答えとして返ってくるみたいなね、うん、そのなんか引き寄せる力というか、うん、運の強さみたいなものっていうのを鍛えるみたいな話をもともとの多分限界突破勉強法の本で書いてあったと思うんですね、はい、でこれって AI というなんか集合値に対して問いを投げるそして答えをキャッチするみたいなものの構造とすごい似てるなっていうのは思います。つまりは問いを投げてこう受け取る力みたいなものっていうのはまず受験勉強で培うことができる一つだと思いますね、はい、もっと根源的な意味合いとしてあるのは例えばですよねこういう大人がいるんですよ。受験勉強でやった知識とか役立たないよって、うん、化学反応とか大人になっていらないよねみたいな風にして、はい、大人たちがいるんですね。でもね僕南極老人から逆のことを教わったんですよ、はい、全部使うよっていう風にして、うん、例えば南極老人が人の人生に相談に預かるっていう仕事をしていた。いろんな方の相談預かる中で会社の経営者の相談に乗ると、そういう時に会社の経営者の方って何が好きかっていうと歴史だったりするわけなんですよね、倫理だったりするわけなんですよね、もしくは現代社会の知識だったりするわけですよね。そういうのが逆になかったらこの子分かってないなっていうふうにして思われる。つまりは社会がむちゃくちゃ役立ったということですね。でもっと言うと例えば学問っていうものを突き進めていくとどうなっていくかっていうと大体自然科学なわけなんですよ。これは人間の体が動いてるとかっていかにこう自然科学じゃないですか。あらゆるあらゆる学問って実は自然科学でっていう世の中の心理であったりだとか仕組みであったりっていうものを理解しようと思ったら自然科学つまりは科学生物物理ですよね。この法則を理解してるっていうことが大事。文章を書く仕事あるじゃないですか。それは国語力が役立つ、うん、英語を理解することによってで日本語ってどういうことなのかなってこともやっぱり理解できるわけですよね、はい、さらに言うのであれば数学によって培われる論理的思考力ですよね。例えば大人になって何役立つかっていうとプレゼンテーション能力。これって何かって言ったら順序立てて筋道を立てて考える力なんですね。数学っていうのはそうやって順序立てて筋道を立てて考える力っていうのを養うのにむちゃくちゃいいわけなんですよね、うん、だから全部役立ったっていう風にしておっしゃっておりました。なるほど。でね、はい、結局 AI がこれからすげえ進化してくる時代に使いこなせる人間になるっていうのはまずそうやって問いの投げ方とか立て方が分かってる人間であるっていうのともう一個は情報で溢れかえるわけじゃないですか。これからなんか情報を紐解く力とか情報の解釈の仕方っていう力は絶対的に受験勉強でしか作ることができないもんだと思います。だから本当にやってよかったなって思います、うん、それは本当に私もそう思います、うん、もう数学が一番苦手だったんですけど、もう数学っていうのは難しい大学の問題ほど答えがこう分からないように問題って作られてるじゃないですか、うん、でもその裏に隠れてるのは全部基本的な解法だったり基本的な考え方が本当は隠れてるけどそれをこう目くらましするかのようにいろんな条件やリード文がついてる。特にその今試験制度が変わって共通テストっていうのに最近パリムズいらしいですね、はい、難しいですね中途半端な取ってつけたような学力では太刀打ちできなくなってしまう、うん、根本的な学問の力というか基礎教養的な力がすごい必要になるんですかね今の試験ってね。そうなんです。ただ単に公式を覚えてるとかただ単に計算力があるだけでは追いつかなくて、うん、イメージ力とか情報をこうまとめてこう一元化する力だったりその事務処理能力も兼ね備えてないと時間的にも間に合わないし計算は終わったけどこう条件が一個漏れてて間違えるとか、うん、そういうのを誘導するような問題になってしまってるから、うん、本当に共通テストでしっかりこう得点ができるっていう力を身につければこれはもう人生の質変わるなって思うぐらい本当に総合力が試される試験になってるなと思います。そんなこと教えてくれる塾、うん、大学受験塾ミスターステップアップしかないんじゃないですかねミスターステップアップでは本当にこう一人一人の問題に対してどう考えているのかとかその思考のプロセスまでやっぱり見ていくんですよね、うん、そうすることで何で行き詰まってるのかじゃあ同じ100点中60点でもそれが単なる計算力だけの問題なのかとか計算力ではなくてそのリード文を読んで自分の中の頭の中でこうまとめ上げる力に問題があるのかとか人によって本当に同じ60点でも全然違うんですよね、うん、だからそれをこう一人一人見させてもらっていて引き続き今年受験を控えている子たちを今応援していってるんですけど羽賀さんが今お話してくれた通り私も今ちょっと各科目がどういう風に将来役立つのかって聞いて確かにそうやって整理された気がします。東洋思想をやるんですけど、はい、東洋思想って結局やっぱねすごい自然科学とめっちゃ密接に結びついてるんですよね、はいうん、だから本当に科学とか物理とか生物とか本当やっててよかったなって思います、はい、逆にね世界史やってなかったんですよ。やっ
った方が良かったなと思いますもん。世界史とかはむしろここ 2,3 年で学び直してる感がありますね。本当もうちょっとやっといたら苦労せんかったのになとか思いながら、うん、なんとなく世界史を学び直してる現状です、うん、今僕は、でも勉強法ねこうやって受験生の間に身につけておけば後で学び直しってなった時も、ね、そうですね、同じように勉強すれば身につけることができるし、うん、ちょうどあの卒業生のその兄弟今通ってる子がいるんですけど、うん、その子は化学物理をやってたんですけど2週間ぐらいで生物全体像も把握してて受験生より解けるみたいななってたりとかするんで勉強法をしっかり身につけておけばおいおいの勉強の質も全然変わるし、勉強の質が変わるということは人生過ごしていく時間の密度や質も全然運命の差だと思うので、やっぱ勉強ってしていく価値があるな、向き合っていく価値があるなっていうのをぜひ受験生に伝えたい、はい、メッセージですね。何か他に受験勉強する意義なんか感じられることありますか？他はですね、受験生時代の時に北極老人から教わってむちゃくちゃ覚えてるのが運命を変えろっていうことなんですよね。運命を変えろ、キュンときますね僕自身のその受験生時代にとってもそうなんですけど、どうせ自分はってやっぱ思ってるところってやっぱあったんですよね、はい、今のままの自分のなんか能力だったらまあこのぐらいの大学かなとか、うん、もしくは1日の勉強時間って10時間とかが限界だよなってどうしてもこう思ってしまってたんですよね。その時に南極老人から教わったのが1日に15時間16時間17時間って勉強できるんだよっていうことを教わったんですね、はい、ほんまかなとか思うわけなんですよ。でもね、1日に15時間とか16時間とか17時間勉強しようと思ったら限界突破しなきゃいけないわけなんですね、はい、例えば寝てる時間が仮に6時間とすると、例えばご飯食べてる時間が2時間とするとこれ8時間じゃないですか。例えばお風呂入ってる時間がまあ長く見れば1時間とかするじゃないですか。ならざっくりと9時間ぐらいは何かしてるか分かるわけなんですよね、うん、残り15時間なわけなんですよ。残り15時間全部勉強したら1日15時間勉強できるはずなんですけども、人間ってね無意識の時間が3時間ぐらいあるんだっていうふうにして、15時間のうちの3時間、だから何やってるかよくわからない時間帯みたいなものが3時間あって12時間ぐらいが普通にやる限界なんだってことを教わったんですね、はい、でこれがですね15時間超えようと思ったらこの無意識の3時間をなくさないといけない、うんうん、でも無意識の3時間をなくしていくことによって頭が良くなるんだっていうことを当時教わったんです、うんですよね、うん、だから1日15時間勉強挑戦したらいいよっていうことで15時間っていうところにチャレンジしてました。10時間を超えると普通にやちょっと頑張ったら、うん、12時間って結構大変なんですよね、うん、もうずっと勉強してみる感覚でも15時間やると何かっていうともうね勉強やってハイになるというか今まで体感したことがないような感覚を味わうことができるんですね。ランナーズハイって言ったりもしますよね。ランナーズハイです。でその時にねそういう時間が多ければ多いほど能力は目覚めるし、もっと言うと自分ってこれぐらいの人間かもなっていうような限界を変える運命を変えることができるんだっていうことを南極老人から教わったんですね、うん、運命変えるっていうことってむちゃくちゃ大事と思っていて、当時から南極老人からやっぱりこうね言われてきたこととして、今の若者でもそうなんですけど大人でもみんなそうなんですけど、みんなね希望がないんですよ。希望がない。大人も働くことに対してもしくは未来に対して日本に対して世界に対してあんまり希望を感じてない、うん、そういう大人が多いから子供たちも希望を感じてないっていうことの連鎖現象みたいなのが起こってるわけなんですね、うんうん、じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、希望は世の中とか社会とか誰かに期待して見出すもんじゃなくて自分で作れってことなんですよ、うん、自分で自分の人生希望作んなきゃいけないわけなんですよ。どんな時に自分で自分の人生希望ができるかって言ったら限界超えたなとか、もしくは自分はちゃんと決めたことやってるなとかやれることやってるなっていう中で自分の心の中に希望を作ることができるんですね。そんなね若者が一人でも多く現れないといけないなということは思います。そうですね。例えばその15時間のその勉強をしてこんな科目でチャレンジしてみたとかなんかあったりするんですか？僕はねとにかく15時間っていう数を優先したので全科目やってましたね。その時はでもね、うん、そんな毎日15時間ってわけにいかなかったですやっぱり。 でも行った時は覚えてますよね。はいというかなんか目覚めたというかむっちゃ思い出にも残ってます。もっと言うとなんか今日死んでも悔いないなっていう風にして思えるわけなんですね、うんうん、もうその時自分の心が希望というかなんか光でなんか満ち溢れてたなっていうのは思いますね、うんうん、だからあん時の経験があったから後々人生で思い通りいかないことがあったりだとか壁にぶち当たったりすることもあるんですけど、そういう経験経てたからこそその後の壁っていうものも乗り越えられたんじゃないのかなっていうのは本当に思います。だから絶対そういう受験勉強を多くの受験生にしてほしいですし、そんな受験生の後押しを親御さんにはしてほしいなと思います。
で最後にちょっと一つ聞きたいんですけど、うんうん、受験生時代の南極老人との思い出、はい、もしよかったら教えてください。いやむちゃむちゃあるんですけど、はい、かなりぶっ飛んでるやつが多いんですよね。確かに正直言えないこともたくさんあるんで、はい、ただそういう話は僕も今大学受験のミスターステップアップで今年の塾生とかも結構わりかし一緒にご飯食べたりとかしてその時に聞かれたこと何でも答えてるんで、たまにねモチベーションアップの回とかで受験生に向けて話してくださったりとかもしてるので、はい、通信コースでも実は聞けるようになってます。はい、はい、ぜひ会いに来てください。ぜひですね、はい、会いに来ていただけたらと思います。はい、ということで今日は芳賀さんありがとうございました。どうもありがとうございました。この動画を気に入ってくれた皆さんはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ってことで、あなたは絶対合格できる、 みんなで合格。岩瀬織でした。芳賀ひかるでした。バイバイ。2024年の新規通塾生募集中。来年度の塾生ももう入ってきてるよ。君も逆転合格に向けていち早くスタートしていこう。詳しくは概要欄から。